はいどうも、こんジャパンは日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね11月10日の週刊 FA を皆さんに紹介していきたいと思います。今週個人的にかなり激アツなんじゃないかなと思います。まあラインブレイカーサラーは前回より強いですし、まあ何より日本人選手三笘選手登場しましたね。ですので今週は引いてみてもいいんじゃないかと思っております。ということで早速見ていきたいと思いますけども、今週はですね写真というところで見るとダビド・ロペスのみ当たったということで、まあ他にもねマガリアニスであったりも当たってるんですけど、写真はねやっぱり難しいですね。まあ来週以降もしっかり頑張っていきたいなというところなんですけど、しっかり紹介していきたいと思います。ということでまずサラの方からご覧いただければと思いますけども、今週のサラめちゃくちゃ強いですね。まずインサイドレシーバーからラインブレイカーに変更されている点、ここおそらくアップデートで、もしかしたらセンターフォワードでラインブレイカーにも本適性変わってくるんじゃないかなという予想もしておりますけども、まあ、オフェンスセンス決定力90台というところであったり、スピード瞬発も90、91、めちゃくちゃ速いサラですね。ドリブル能力、ボディコンもかなり高く設定されていますので、センターフォワードにしてはもうスピシュン高い、ドリブル能力ある、めちゃくちゃ強い選手になってるんじゃないかなと思います。そして何より今週に関してはシザーズがなくなってワンタッチパスが追加ということで、このワンパ追加というところがめちゃくちゃありがたいですね。ですので今回のサラーは間違いなく最強クラスのサラーなんじゃないかなと思いますので、ぜひ積極的に狙っていただければと思います。ということで前回のサラーとの比較になりますが、まずはグレートフィニッシャーズのサラーですね。まあご覧の通り得点能力に関してはマイナスというところなんですけど、ドリブル能力、パス系、スピード瞬発、そしてまあワンタッチパス持っていますので、ぜひ今回使っていただければと思いますし、6月16日のリバプールのクラブセレクションと見ると、まあ決定力に上がっていたり、ドリブル能力、パス系、そしてワンパ持っていますので、今回に関しても、ぜひこちらを使っていただければと思います。でチャンピオンズリーグのサラーも同様かなと思いますね。オフェンスセンスプラマイゼロというところ以外はほとんどプラスになっておりますので、ぜひ今回のサラーに乗り換えていただければと思います。続きましてこちら7月21日プレミアリーグで出ているサラーになりますけども、得点能力はマイナスというところなんですが、ドリブル能力、パス系でスピード瞬発、そしてワンタッチパス、そしてラインブレイカーですので、ぜひ今回乗り換えていただければと思います。そして続きましてこちらパックのサラーですね。パックで見るとドリブル能力、まあプラスボディコンが下がっていますけど、まあワンパであったりここら辺持っていますので、乗り換えていただければと思いますし、前回の10月20日の週刊 FP との比較を見ていきたいと思います。こちらに関しても同様かなと思いますね。まあ何より今週に関してはワンタッチパス持っていますので、個人的にはぜひ今回のサラーに乗り換えていただければという印象ですね。はい、ということで続きましてカンプのラストゲームからピケが登場しました。まあこの前ですねピケ出場することなく引退してしまいましたけど、まあ最後の最後まで彼らしいなと、ハーフタイムでねレッドカードもらって、あれ実はピケが言ったわけではないらしいですね。まあいろんな情報が若干錯綜しておりますけども、まあそこも含めてヒルマンさんのらしいなという印象なんですけど、ピケに関してはまあディフェンスセンスが90台に乗せたというところぐらいなのかなと思います。ただまあ今シーズンラストということになりましたし、ピケ登場する回数今回で最後になるのかなと思いますので、まあエピックを除けばね、まあぜひ今回獲得していただければと思います。ということで続きましてストロングディフェンダーズとの比較見ていきましょう。ボールダッシュに関してはストロングディフェンダーズということですので、前回の方が高く設定されていますが、他のところ基本的にプラスですので、ぜひ今回乗り換えていただければと思いますし、6月16日のバルセロナのパック、こちらと比較していきたいと思いますけど、ボールダッシュ以外はほとんどプラスですので、ぜひ今回乗り換えていただければと思います。続きましてユベントス、インテル戦ですね。そちらからコスティッチ登場ということになりました。個人的にこのコスティッチに関しても当たりの選手なのかなと思っております。というのも、パス系高い、そしてスピード瞬発も80台、で、キック力であったり、カーブも高いクロサーの選手ということになりますので、ウィングバックもしくはウィングで使うとかなり強い選手になっているんじゃないでしょうか。ただまあ、ドリブル能力めちゃくちゃ高いというわけではないので、個人的にはウィングバックの位置でね、使っていただくのが安定なのかなとは思いますけども、スキル面で見た時にシュート系かなり多いですし、ピンポイントクロスまで持っているクロサーということになっております。ということで前回のコスティッチ、こちらは新加入ですね、移籍のタイミングで出たコスティッチになりますけども、これで見るとですね、ドリブル能力、そしてフライパス、キック力であったりはマイナスなんですが、まあそこまでマイナスの幅が大きくないので、ぜひ今回のコスティッチ使っていただければというところですかね。
続きましてアーセナル、こちらはロンドンダービーから登場ということになりましたけど、個人的にあの試合はサリバーがマンオブザマッチ、個人的にですけどね、マンオブザマッチ取って、見てもおかしくないんじゃないかなと思います。まあアーセナルのツイッター公式です、サリバーがマンオブザマッチに輝いておりましたが、まあ今回はゴールを決めたマガリアイス、ガブリエルが登場ということになりました。ガブリエルに関しては、ディフェンス系の能力値で見たときにボール出しアグレッシブス、守備意識はマイナスということになりますけど、まあ決定力であったり、あとはヘディング空中戦の能力値はプラスという結果ですね。でスキルはワンタッチシュートが追加ということになります。まああのゴールセレブレーションではね、まさかのサカがね、あの自分のゴールだと勘違いして喜んでいたのが記憶に残っておりますけども、前回のまずは6月16日のアーセナルのパックの比較ですね。まあこちらで見るとボールダッシュ守備意識マイナスなんですが、まあマイナス1ですので、ぜひ今回乗り換えていただければと思いますし、10月6日のガブリエルとの比較ですね。ディフェンス系の能力値総じてマイナスという結果になってしまっています。ですのでこちらに関しては個人的なパックの方がいいんじゃないかなという印象ですね。そして最後に10月20日の週刊フィピートの比較見ていきたいと思いますけども、ヘディングアグレッシブネスが高いのが前回、今回は決定力とジャンプが高いので、まあアグレッシブネス高い前回の方を使っていただければと思いますね。そして続きまして、絶好調ですね。ナポリからエルマスということで、ドリブル能力マイナスという結果なんですけど、空中戦の能力値であったり、スピード瞬発の部分はプラスという結果です。ただまあ、2列目の選手からインサイドレシーバーに変更となっておりますので、そちらだけご注意いただければと思います。スキルダブルタッチであったり、ワンタッチパス、まあ、もともとね、中盤の本適性ですので、ここら辺あるのはありがたいですね。続きまして、ガルタサライからイカルディ見ていきましょう。イカルディに関しては、まあどうですかね、得点能力ある程度あるなというところ、プラス、まあボックスストライカーとしてワンシューであったりワンタッチパス持ってるのはありがたい部分なんじゃないかなというところですかね。そして続きまして、ルーク・デヨング見ていきましょう。ルークに関しては、やはり空中戦の能力かなり高いなという印象で、ヘディング90、ジャンプ81、フィジカルコンタクト87、まあ、ここら辺のフィジカル系の能力かなり高いですね。オフェンスセンスも80代後半ですし、まあ、何よりこのルークに関しては、ワンタッチシュートであったり、チェイシングを持っているんですが、スーパーサブの選手ということになりますので、まあ、やはりこの後半からですね、クロス上げてみても面白いんじゃないかなというところですかね。そして続きまして、ようやく登場となりましたマクシミリアン・アーノルドを見ていきましょう。アーノルドに関しては、まあ今日ですね、発表のドイツ代表に選ばれるかどうかというところなんですけど、アーノルドに関してはドリブル能力であったりパス系かなり高いなというところプラス、まあ元々チャンスメーカーの選手ですので、ディフェンス系の能力総じてプラスという結果になっています。スキルで見ると無回転シュートが追加となって低弾能力がなくなっていますが、まあ元々ミドルであったりワンパススルーパスを持っているのはありがたい部分ですね。そして続きまして、ラツィオからですね、プロベデル紹介していきましょう。プロベデルに関しては GK 能力ですね。GK センス、カッチング、クリアリング、ディフレクティングが80代、コラプシングだけ70代という結果になっています。スキルは何もなしという結果ですね。続きまして、センターバック。こちらはジローナからダビド・ロペス見ていきましょう。いや、むちゃくちゃ活躍してましたね。ダビド・ロペスに関しては、ディフェンス系の能力値が総じてマイナスという結果になっていますので、まあ、使うのであれば通常の方をね、育てていただければと思いますけども、まあ、どうですか？今回エアボトルが追加となっていますので、まあ、今回でもいいのかなと思いますが、まあ、ガチスカに入ってきそうな選手ではないのかなというところですね。そしてラストに三笘薫選手見ていきましょう。まあ先日の FA カップでもかなりの大活躍、またゴールを決めたということでね、プレミアリーグでももうその実力発揮されておりますけども、三笘選手に関しては得点能力ですね、オフェンスセンス、決定力がプラスという結果になっています。ドリブル能力に関してはボールキープはまあ通常がね、好きなように育てられますので、ここら辺に関してはマイナスという結果なんですけど、スピード瞬発であったりここら辺もプラス。で、何よりスクリーンにワンタッチパスが追加となっていますので、ここが一番の売りかなというところですね。しかなくなっていますけど、まあヘッダーであったりワンタッチパス、ここら辺のスキルありがたいのかなと思います。はい、ということで本日はですね、11月10日の週刊 FP 紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ日本人的な目線で言うと、三笘選手は間違いなく当たりの選手ですし、他でガチスカで対で使える選手で言うと、間違いなく今回のフォワードのサラは間違いなく使えますね。で、あとはコスティッチに関しては意外と当たりの選手なのかなと思っていますので、ぜひ今回は引いていただければと思います。はい、ということで本日はここら辺終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。